集まった笑顔も不器用な思いも手探りでのスタートだった。正直まだ見えないすぐそこの季節はどんな顔をしてるのだろう。別に俯瞰したいわけじゃないさ、余裕もない、同じくらい戸惑うけど、いつか何もかもが思い出話になって、懐かしい俺たちがいるね。嬉しかったことばかりじゃなくたって、他には考えられない、たったひとつの日々だった、そう思える気がする。今のずっと歯ゆさは時々周りも巻き込んで、新しい力を生み出す。信じているんだろう、目を見ればわかるよ、誰も降りる気なんかなくて、きっと必然だとか語る時が